はい、どうも皆さんこんにちは、魔王です。じゃあ続きやっていきたいと思います。さて、とりあえずこの一面まではクリアして、マッチョマンもいて、なんか向こうに灯台とか見えるね。いずれ行けんのかな。ちょっと移動してみましょう。はーい、はーい。なんかちょっと美人、ちょっと美人パン屋さん店員告白いっぱいされる女子。お願い片付けて。どれどれ。うわーすごい、本物はやっぱりすごい。何、裏ビデオでも見たんか。あ、はじめまして 王様。相変わらずおしゃれですね。私、小学生の子供を持つヤンママ、ヤングママなんです。ヤンママってもう言わんか、昨今。うちの子も塊大好きで、特に巻き込むのが好きみたい。うん、何にもなくなっちゃうくらい巻き込んじゃうの。これが常識なんだな、巻き込めるという概念が。だけど子供部屋はすごく散らかっていて、いや巻き込めよそこは。全然好きじゃないじゃん。ゲームではできるのに、王様どうにかしてください。なるほどね、ゲームの塊魂ではいけてんだ。おい、ちょっと散らかってるのよ、スペースデブリまみれなの。だから王様が綺麗にしたいの、したの。前の塊で魂で綺麗にしたの。おじ、その辺分かってるでしょ。あ、分かってるよな、パワーハラスメント。え、何、子供部屋うちを綺麗にした話は。王様の話は終わったの。子供部屋なんか知らない。実は私も塊大好きなの。塊と大好き、子供部屋と書いてコスモってと書いてコスモって読むの知ってた。小宇宙と書いてコスモって読むのよ。王様上手よ、コスモきれいにするの。ではきれいにしよう。発見、1たす2、3、4、5、6、7、8、1から10まで足すと55。あー、宇宙に比べたら全然散らかってないよ。まあだけど気になります、綺麗好きとしては気になる。これ最初のクレヨン取ったらターンだな。100個。あ、部の中にこれだけの散らかり物がありますね。100個。うん、できるだけさっさと片付けてしまいましょう。なるほど、おじならできる。ではではよろしく。100個あるんだって。よいしょ。散らかり物だってさ、これ上から行った方がいいのか、それとも下降りちゃった方がいいのか。あー、これ下降りちゃった方がいいかもな。これ先になんか散らかり物ここら辺多分全部いけるから、これ王子ダッシュゴリゴリ回収マンだな。王子ダッシュゴリゴリ回収マンの、あー、ややでかいな、サイズ感が。できれば足していきたい。あ、結構硬いなここら辺。あ、順番がこれ大事だな。ここら辺いける、ここら辺の細いものいけて、ちょっとサイズアップしたいね。サイズアップ、これ力貯めた方がいい。ここで力貯めて、力貯めて、あ、レールまだ無理か。そっちの奥のやつ、あ、いけたね。ちょっとランク上がってる、今ランク上がってるから、こっち側取ってここら辺全部いけるはず、多分いけるね。もう見た目でわかるから、俺もう塊魂ソムリエだから。この塊いけるかどうかっていうのは俺に聞いてもらえばいいから。いつもあそこで働いてる真央さんね、これ塊どのぐらいのサイズまでいけるかっていうのを判断するだけの仕事をしてる人よって言われるから。詰まっちゃった。あと36個。ここら辺のレールがいけねえんだよな。あ、これもいけない。あ、なんかいるね、かわいい。あ、なんだっけ、変な団子巻き込んだよ。いとこかな、親戚だね。で、ここら辺順番、これ結構順番大事だったな。カッターも行ったけど、これ1回上行くか、明日にも行けそうなもあったけど、このぐらいのサイズ感になったら多分この上のやつらが割とゴリゴリっといけるようになって、最初にいたところのこいつらも巻き込めるようになったら1回下に降りることによって、でここら辺も行けるようになってるでしょ。13個12個、1分54、あと7個。これできる限りサイズでかくしろとかあるのかな、どうだろうね。時間制限は情けだけど、あの猿とかも手に入れたいけどな。この時計多分ギリギリまだ全然いけないね。ギリギリまだ全然いけないとか謎の言葉。なんか丸がなんか、よいしょ、野球ボールになってて、野球少年の部屋なのかもしれん。あとはあと3個、1、2の、あとなんか適当に落っこってるやつ。あ、
すごい綺麗になっちゃったよこの部屋それがゆえ、それがゆえに、あれ持てるもんがほぼないな。あとこの上、あ、痛い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 、落ちないで。はい、ちょっと一回バックしてゆっくりね、ゆっくり。塊は、あ、ラス位置どこだ。あら、ちょっと待って、そんなに精密に、精密にぴったりなんだ。あったわ。はい、お片付けと。わお、塊できたね、うん、まあまあ綺麗ですわ。では戻りますか。はい、2分55秒はちょっと遅かったかな。多分これ順番通り綺麗にやるともうちょい早めにできるんだろうな。まあ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 とは言われたが、塊でかくするってタイプじゃなかったなこれな。4、あー綺麗になった、子供部屋ピカピカになったしたよ。子供部屋というコスモはキラキラになったのかしら。先生や、まあね、片付いてるよ。2分55秒もかかったけど汚いことは全然ないよ。だけど急いで転がすゲームでしょ、もっとサクサク巻き込んでよ。怒られてしまったこいついたな。あら、パトコのラマーンだ。あ、そんな名前だった。地球で何やってたの。え、特に何もしてない。あら、意外と正直ですねああがっかり、タイムサービス終わったわ。もっと急いで、もっと早く片付いたらいけたのにうわ、ヤンママやめろ。こんな塊は王様にあげます。え、本当に王様に塊くれちゃうの。本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。あ、コスモに浮かべようかな、そうしよう。えい、え、なんか悔しいなちょ、もう一回やるか。散らかり惑星、惑星になると綺麗なのね。あ、なんかちょっと納得できないわ3分かかん、1分ぐらいでいけそうだよな。ディナーはどうしよう、これなんか別になるのかな。片付けタイム、部屋きれいになって時間かかるすぎすぎですよね。早くしないと日が暮れちゃうわ。あのね、シェフは忙しい。なんだとこの野郎、許せねえ。まあとりあえず下のやつをいい感じにまとめてって、細いのを全部やっていこう。全然散らかってないよね。100個、 OK、 いくぞ。これでとりあえずここ全部やって、あ、これもいけんのか。で、ここら辺のいけそうなやつを全部いく、いけそうなやつを全部いくことによって、ラマーンはまだいけんか。あ、これダメか、ちょっと待って。ここだな、ここ。あ、なんだか変なの捕まえたよ。で、ここは全部いけるから、ここ全部いってくるんと回って、で、次はあのレールが結構でかいんだよな、思ったより。ここら辺はこのままいって、でこれもいけんな。で、ここら辺まで行ったら一旦上行くか。一旦上行って中サイズのやつらを回収することによって、あ、ここら辺もういけるんだ。で、湯飲みは、湯飲みまだダメそうだな。湯飲みにもう一回来るのちょっとだるいな。このレールもういけたらでかいけど、レールはまだいけないから、ここら辺を一旦集めちゃって、で、机下にあったな、机下に結構な量のものがあったし、これは取り損ねる可能性があるので取っておくと。で、取り損ねを外していったら、そろそろ、あ、もうレールがいけんね。レールがいけるから、ここら辺をもう適当に行くんじゃなくて綺麗に回収していく。よいしょ、 OK。 カッターも取って、ここら辺の落ちてるやつやったら全部終わったら、もう1分か言って。で、あと5個か、上に登っていって、1,2,3,4 で、最後に湯飲みで終わりじゃね。湯飲みで終わりと。 OK、 1分半、片付きましたね。まあまあ綺麗ですわ。おう、これは片付け塊の中でも一番スピーディーかも。まあいいや、そろそろ戻るよし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 、これでタイムサービスにも行けて、王様の魅力も感じてもらえただろう。いいね、わー、よし、回収タイムサービス、私タイムサービスも行けて、この余った時間で王様何しようかしら、サワサワみたいなエッチなことが。あ、綺麗になったね。さあ、あ、結構綺麗、1分33で片付けたんだ。えらい、結構えらい。まあだけどもっといけるよもっとスピーディーにピカピカになるはず。さすが王様です、スピーディーです。もっと急げると思うけど、急いでもしょうがないですさっきと言うてることが違うわ。
綺麗に片付けないとね。さっき言ってくれ、それを。そのポジティブさ、さっきの俺にあげてくれ。ちょっとしたお礼ですわ。本当に王様に塊くれちゃうの、ラッキー。ではお言葉に甘えて、決まってる、こっちしかない。惑星と惑星くず、惑星。これ時間バケンこれでちゃんとした惑星となると。片付け惑星、惑星になると綺麗なのね。結構ちゃんとなんか結んであるけど、でもなんか中は雑っとしてるな。だビチッと捨てたいよね、捨てるときにしても。よし、そしたら次はどっちだろう。左側行ってみるか。はい、はい、いたわ、はい、何の先生、はい、あれなんか浜田雅俊が MC やってる番組に出てない、はい、新しい生け花、ニュー生け花とは。何言ってんだこいつ、怖新しいって何ですかね。新しいことは必要ですか。新しい生け花って何、ニュー生け花って何。なんかフラワーアレンジメントって言うんでしょ今。ダイナミックな王様に聞いてみたいのです。別に王に聞くことではないな、ヤフー知恵袋で聞いた方がいいと思う。王様は赤いバラが好きです。美しい花と危険なトゲ。あ、ゾクゾクしちゃう、あ、王子。え、何、生け花、王様バラが好きなの。だから断然ガーデニング、生け花は全然興味ない。王様はしなやかですね。しなやか窓枠を越えたら速くなりそう。しなやか、生け花最高です。時代は生け花なんだと思います。王様とねにシナジーがあるのね、多分性格がねすごい似てるんだよ、すごい単純なんだよね。ニュー生け花を作りに行こう。生け花作るのか。で、何面白いのわからないんだよね。転がして、これを大きくするのなんだけど、なんだか地球では人気が、あ心が。素晴らしい。ここは夢の国かしら？なんか怖いな。これ宇宙をさ、旅行して、たどり着いて美しい星だねって言ったら、人間食おうとしてる星ごとが食人惑星みたいな。なんて美しいんだろう。感動しましたわ、大自然。5分で、時間で、できるだけ花を巻き込んで美しい花塊作ってよ。じゃあ王子、あとはよろしく。どれどれ、5分間で大きい花を作れって言われたな。とりあえずはまあここら辺で飾り付けをして、ここら辺もゴリッと片付けして。妖精さんがいっぱいいるな。とりあえずここの花をいっぱい花でつけておこうか。あー、これ花の単位なんだ。115花だから、まあここである程度花力を上げて。わあ、急いで巻き込んで妖精さんを巻き込んじゃったな妖精さんと小さい鹿さん、逃げる前に生き物はなんて綺麗な花って綺麗だね。花綺麗だよな。でも俺枯らしちゃうからさ、だから苦手なんだよね、花を育てるみたいなことが。じゃけん俺は今苔を買っておるのじゃ。苔はね、月一で水をやればいいからね、すごく便利ですよ。便利というかちょうどいい、面倒見やすい。よしよし、あそこのゴリッド花エリア。あ、すげえ、チューリップの上だけ摘むとかいう極悪モード。あー、これこのまま貫通するのか。でかいと思ってた。あー、やったやった、謎のベルバナ。よし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 。あー、なんだか変ないとこみたいなやつ巻き込んだよ。いいね、これでここの花。いちごちゃん、寄せよー寄せよめっちゃ助け寄せよって言ってるいいな今の。これで花をここら辺巻き込んで、あと4分か。あと4分だから結構。この王羊たち、あ、まだ無理か。謎花牛と、ここの花と、そっち側奥なんかあんのかな。あ、こっちにもなんかありそうだね。こっち側行ってみるか。オッケーオッケー。あ、いいね。これこの花の鹿、なんかこういうポケモンいたよね。よいしょ。で、ロマンチックだよね。ロマンチクネっていう、片言で喋るフェイタンが俺はすごい好きです。俺フェイタンは結構ファンです。あれ、あー、まだフラミンゴじゃないわ、
クジャクはダメだったな。で最初のとこで力を蓄えたからここら辺の花が全部取れて気持ちがいい。どうやってこの花、うわケンタウルスだ鳥人みたいなやつがいた。鳥人だよ首の境目を見せてあげようねこれ戻ってきたのかな、戻ってきてないか、別のとこかな、別のとこだ。よいしょ、私はね花人だよ、大きい花を、わあもうでかくなったぞ。これだいぶ、これでかくなったらね、これ根元からもう根元晴美ぶっこ抜きよ。こんなもんはラリホーあーすごいすごい、ギター絶対に合わない。これこの中とか、あ、なにこれすげえ、これ水の中なのかな、水の中じゃないか、急に暗くなったぞ。ここがこの星のコアなのかもしれん。元気フラワー、クマみてえなやつがいるって言おうとしたら完全なるクマだったわ。あ、ラフレシア、ウツボ、完全にウツボくんを。やっぱ食人植物って美しいようにできてんだな。やめてよ、あ、なんかすごい、あ、大丈夫ですかあなたが落としたのはこれは人だな、なんで水から出てくるのよ、ヒアウィーゴー7人集まった、何も起きないけど、何も起きへんのかい。あ、ちょっと待って、これ鳥も集めて、このサイズになったら2になったからだいぶでかくなったよ。で、これででかくなったからこれ根こそぎペペルペペル、あ、オッケー、1分前なんで、このでかそうなとこはいけないか。細いやつちょっと集めつつ、1000いったぞ花が。で、ここのデカバナも、あ、ここら辺まだ行ってないね。あ、根こそぎいけるわ、これ根こそぎいける、根こそごう、根こそぎお花ぶっこ抜きにき、にきねき。で、この羊たちもゲットして、こっちなんもなさそうだな。あと32秒、これ柵いけるようになったらでかいんだけどな。あの、そういえばさっき言ったケンタウロス強え、ケンタウロス強えわ、足腰が違うわ、くぐってきた修羅場の数が違った今お前いけるか、クジャクダメだな。よいしょ、あ、でも割と初見にしてはいい感じの紫花ボタン。あ、ここ花めっちゃある、ここ花ごっそりいって、元のとこ戻ってきたけど、ダッシュ、足くじった、くそはいはい、花かたまり終わりです。桃つつじ3145本分の大きさ、桃つつじはちっちゃつつじなんだな。おお、結構花だね。では帰りますか。いいね、結構花にしたできた気がする。花っていうバンドいたよな、なんかめちゃくちゃキラーチューンを1個立ち上げてた気がするわ、違ったっけいやー、なかなかな、何の花になるんだろうね。大きな花が咲く、でかくね俺の花熱烈な愛、熱烈ラブ、赤いバラの花言葉、素敵です、素敵すぎるよ、この塊も素敵だねって、いつの間に作ったの、お前が言ったんだよ、怖いわ。巻き込み 94%、 1163花、すごい、こんな美しい塊見たこと、お、めっちゃ褒められてる。ちょっと新しいよね、塊にも美があるなんて。あの飛び出てる羊がポイントですね、あれは。これは生け花先生も満足でしょう、うん、王子も王様も満足ですわ。これ達人になるかもしんね、もしかすると特待生になれるかもしれない。あら、いとこのいちごちゃんだ、いちごちゃんみたいな格好してるやつの名前がいちこちゃんだんだな。地球で何やってたの、え、バンビに乗って旅に出てた、もう意味わかんないやだな、自分の息子か娘が、私バンビに乗って旅に出るから探さないでお父さんって言ったらどうすればいいんだろう。お花ばかり巻き込んでいるね、素晴らしいです、塊魂素晴らしいですわ。自分のゲームここまで上げる人なかなかいないよな、こんな見方があったなんて、もう花ではないようです、感動です。だけどバット、しかし真似しても意味がありません、この塊は王様に差し上げます。いや、やらねえよ別に、お前、俺が作ったんだぞ、くれちゃうの、本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。どうしようかな、あ、コスモに浮かべようかな、そうしよう、えいぐコスモに浮かべてみたよ、満開惑星、やったー満開です。これでトリビアの種でもらえるな、金色のメロンパン入れがもらえるわメロンパン入れになってます。トリビアまたやんねえかな
楽しかったけどな。あ、第2回虎の拳。さあ行くのじゃ王子よ、王子、当時王子。ほらバカンバカンバケボディウェボディウェブアンスアウアッパーアッパーアッパー。やばい、ヘッドギア外れんのやべえよヘッドギア外れるぐらいのアッパー食らったら。でも2位にはついてる。3位のウサギだけ私利私欲なものもらってるよ。あ、これはまさか2位だったんだよお父ちゃん、ごめんな。あ、だよな、そうすると思ったよ。コンプライアンス違反親父。僕の2位のトロフィーが。お父ちゃんひどいや、お父ちゃんひどいや。沈む時にあんなに空気が入るということはまだ無駄があるということだよねって、なんかジョブスみたいなこと言ってそうなかなかニューでした。すごいイケバナでした。よしよし、ゲームをやめる。いちごちゃんいるね。ちょっとセーブしようか一回。さて、じゃあどっち行こうかな。もっと左行けばいいのかな。あ、なんかいる。二人じゃないと遊べないよ大胸筋サポーターズがいるな。ほーい、超楽しそう。ほーい、こんにちは。水の中では転がせないの？あ、なめんなよ、できるぞ。わー、でかい。はじめまして王様、俺を見ろ。足元の俺を見ろよ。こんな格好だけど僕金槌なんだ。え、やばすぎ金槌の人ってさ、浮き輪つけてもやばいんじゃないの？しかもここ流れちょっと引くぐらい速いぞ。全然泳げないけど金メダルが僕の夢。別ジャンルに行け。バタフライ100で金を狙ってます。ガチガチのところじゃないちょっと練習ついでに水の中で転がしてみようよなんだこいつ。前の塊魂では転がせなかった水中を。あ、そういえばなかったか。一応海の上は走ってたっちゃ走ってたけど、ちゃんと水の中にごっつり入るのはないのか。まあ美味しい空気、ほら美しい大自然。王様は海より山が好き。王子はどっち？え、水？山でも海でもなく水の中？なんだかリゾート気分台無し。塊魂面白い。まさしく金メダルだね。褒め方が全員下手くそ。金メダル？いや、そうなんですよ。水がないと何も始まらないの。そう、母なる海。あ、海でもない、海、山。我々は水があるから生きていけるんだね。体の 80% は水なんだよ。では早速水の中で転がそうあー、すごい。丸バン三角四角、丸バツ三角四角、丸バツ三角四角。 ABXY 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 ニンテンドニンテンド。あ、完全に水の中だ。やべえやべえの、ね、ブクブク水の中はすごい世界だね。あれ、王子は息できるの？ブクブクシュノーケル。シュノーケルもここまでフルマックスで入ったら意味ないんじゃないのこれ6分。塊のこと忘れてこのくらいの時間ブク。80センチ、結構だな。80センチだから俺の半分、あ、3分の1。俺2メーター40あんの、怖ブクブク王子、あとはよろしよろブク。とりあえずこのカエルさんを、うわー、下に落ちちゃった。すげえこれ。とりあえず、あ、めちゃくちゃ重たいなこれ。これ王子ダッシュしたいけど、王子ダッシュしない方がいいのかな。とりあえずここの下の地道集めムーブの方がいいな。とりあえず、あー、にもー釣られました。うわ、釣られてる。すごいことになってるね。ジタバタバレて、あ、これもしかしてトリビュートにあったな。なんか見覚えがあるわ。この釣り針に捕まっちゃったらダメなんだな。はいはいはい。だからここは釣り針をかくわしながら魚を、完全に釣り針も巻き込めるものかと思ってた。釣り人お前待ってるよマジで、後で絶対に復讐してやるからな。よいしょ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 。何か接近中？フグが接近中だよ。ニモ&スティッチ、オッケー。でここら辺の魚を塊にして強大な、これもう何、淡水なのか海なのかわからないねこれね。よいしょ、これで集めて、あ、釣り針あるよ。危ない。釣り針にやられたらね。釣り針あるよ。完全に持ってかれるところだよ。2も、オッケー、2も5リット取れた。よいしょ、ここで傘が増していけば、謎のシュノーケル猫、シュノーキャットがいるわ。シュノーキャット、よしよしよし。ここら辺のやつ行って、41センチであと5分あるね。あー、てかこっちにも神殿寺あるな。ここ
ここをがっつり取っていこう。タコさんもいるね。あ、これややでかくなってからじゃないと来ない方がいいところだな。あーでも待って、ここあんまりねえな。あー、オッケーオッケーオッケー、ここはでかいよ。ここでかくて、でバラバラバラナチュラルにバラが海の中に、なぜで、あそこに釣り針あるけど、釣り針は回避しながら行きたいな。タカアシガニ、タカアシガニ水族館で見るとめっちゃ怖い説あると思います。タカ、あとなんかでかい声もいるな。うわ、ここら辺ゴリッと全部いけたらでかいけど、あ、いいよいいよいいよ、だいぶサイズ感でかくなってきてる。いいいいいい、ここら辺のやつ全部持っていけるのはかなりでかいよ。60センチまで行って砂の城もあって、砂城はまだダメだな。砂城はまだダメだけど、ここら辺はオッケーオッケー。カニは吹っ飛ばして、あ、タコツボ、タコツボ、タコタコ、タコツボ、タコタコ、おまんぼうもいる、おまんぼう、おまんぼうもいるから海藻とかもいけそうだけどな。オッケーオッケーオッケー、ここら辺を入れ食い状態、ここ入れ食い状態でいけたらいけるよ。あの釣り針ってさ、どのぐらいで弾き返せるんだろう。それとももうギミックとしても釣り針はもう絶対にやらせないという覚悟なのかな。あと4分、オッケー、上側行って、釣り針邪魔だな。でここでな、宇宙船だ、すげえ。これあれ、これヒビトだ、ヒビトだよ、あの宇宙兄弟のヒビト、ヒビトがあのリハビリで宇宙が怖くならないように。で80行って、オッケー。でこっからデカタカアシガニ全取りして、でここでもうダッシュ、ダッシュ使う、ダッシュ使うことによって海からも出ちゃう海から出ちゃって、中洲のなんかここのでかいやつ全部取っちゃう。で、あーいいね、子供がいるね。子供も80センチの塊に襲われたら怖いね。まだか、くそ、行きたいけど、あー、その浮き輪とか取りたかったな。ダメか、まだダメっぽいけど、なんかここの謎のペンギン、ペンギン、アベック、アベックペンギン、もうアベックって興味言わんか。おいおい、そこのアベックさんよ、幸せそうにしてんじゃねえかよみたいな、よいしょ、ヤンキーに絡まれるみたいな。猫が釣りしとる、猫が、猫が、猫が釣りしとるところにお邪魔すると。よし、 OK、 ここら辺で 1m 超えた、初めての 1m 塊。あと2分あるから、ここをダッシュして上にも乗っちゃって、これ上に乗ったことによって、これで一旦、あそこの石の塊欲しいな。イソギンチャクもあるけど、これは焦らずに、ここが、ここが割と入れ食いポジションだから、ここを取ることによって、人間はまだ無理だから、人間をスルーしながらデカ魚も取りつつ、オッケーオッケー、これいいよいいよいいよ、いいですよいいですよ。これあんまりね、ダッシュをね、多用してもいいんだけど、あんまり多用しすぎると、あの弾かれた時にちょっと切ないことになるから。あー、もうでかいでかい、いいよ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 、かなりかなりかなりいいよ。あー、気持ちいい、これぞ塊魂、魂提供、魂石橋貴明トンネルス。よし、オッケーオッケー。あ、人魚もいる、マーメイドラグーンよ、マーメイドラグーン。 1m52 の2分まだあるね。オッケーオッケー。あー、気持ちいい、ここら辺のもう人間も食いて、人間のこと食いて、1分前ですよ。あー、子供、子供すいて、子供のことすいて、もうサイズ感的にはだいぶでかくなってくるから重くなってんね。これ浮き輪とテレビ、不法投棄、不法投棄の塊。よし、オッケー。ちょっと待って、重てー、重てえな、これちょっと、これも重たいから、これ 前で押さないとこれやられるわ。あー、これいけるな、これ真ん中、あー、ぶつかっちゃったか。ここでこれを取ることによって、多分もう子供いける、このサイズは子供いけるね。で29秒28秒27秒、 2m いったな。あ、俺の身長超えた、俺の身長超えてるいいぞ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 。でこのままここら辺のマンボウもやって、上行きたいな。あー、この不当不法投棄の良きかなーにしてあげたかったな今。あー、すごい、お宝がある、お宝、シャチホコ、シャチホコ取ったぞ、金目のシャチホコ。7秒、うわー、重たいな、クソ、いけねえか。65、いけー、ダメか、クソ、一つ勝て。はい、ブクブク、今日のブクブクどうだった、ブクブクよかった、ブクブク戻りブク星の人13人分、人13人分、星の人ってなんかちっちゃい人か。レインボー王様だよ、王様戻りレインボーだよさて、ぼちぼちあるけどダメ、ブク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 、いや泳ぐのって楽しい。ところでこれが水中にあったの、どこかで見たこと、あ、塊だ、あ、何か引っかかってる、
リンさん、ここに何か引っかかってるの。これすごいね。水中でこんな塊作れるんだ。あ、褒められてる。やった。なかなかいいですね。スマートでいいですよ、この塊。まあ、もっといい塊あるけどね。このびちょびちょ塊はとても水族館っぽい。あ、あれだな。マリオ RPG の潜水艦と水族館で悩むキーワードのやつ。誰に伝わるんだ、今の例え。水はやっぱり気持ちいいね。泳げないけど最高です。塊もここまで大きくなるとは全然思いもしなかったよ。世界丸見えで助かった人やめろ。まあもうちょっとね、大きくできるけど。この塊は王様にプレゼント。楽しかったよ、ありがとう。本当に王様に塊くれちゃうの。嬉しい、ありがとう、嬉しい。どうしようかな。あ、コスモに浮かべようかな。そうしよう。えい、よし。よくわからんけどコスモに浮かべたのでよし。お、ブクブク彗星。彗星になっちゃったね。へか、あ、別に王子じゃな、王様じゃなかったわ。よかったよかった、ブクブク彗星ができたよ。でっかいでっかい塊ができたということでございますね。はい、じゃあ今回は転がすのはこのぐらいにしておきたいと思います。それではまた次回転がしましょう。バイバイ。